中国南部広東省の深圳で18日午前日本人学校に通う男の子が通学途中に刺されて怪我をしました地元警察の発表によりますと刃物を持った44歳の男が男の子に危害を加えその場で逮捕されたということです日本政府関係者によりますと襲われたのは小学生で徒歩で登校中に刺されたということです 政府といたしましては法人保護の観点から在中国日本国大使館および在公衆総領事館より中国側に対し詳細情報の共有を求めるとともに日本人の安全確保について万全を期すよう再発防止を強く求めたところであります。中中国国ででは今年6月にも中国東部江蘇省の訴訟誌で 日本人学校のスクールバスが襲われ、日本人の子供を守ろうとした中国人女性1人が死亡する事件が起きています。今日9月18日は、満州事変の発端となった龍城湖事件の発生から93年にあたることから、反日感情が高まりやすく、日本人を狙った犯行の可能性があります。中国外務省の林健報道官は、18日午後の会見で、 計画的な事件か偶発的な事件かと問われたのに対し現在、捜査中だと述べるにとどめ引き続き在中国の外国人の安全確保のための対策を講じていくと強調しました。